物が豊かになった今、日本全国からなぜか祈りの声が聞こえてくる。江戸時代末期以降に生まれたいわゆる新興宗教の数およそ23万、信者の数なんと2億1092万人、一人が複数の教団に所属しているため、数字の上では日本の人口をはるかに超え、今なお増え続けている。人々はなぜ信仰を求めるのだろうか。北陸福井に本部を置く宗教法人光明会、信者の数およそ400人のミニ教団である。ここでは物が豊かになりすぎた今、人類を滅亡の危機から救おうと祈りが捧げられている。光明会教祖妙法王子院、相談者を前にするだけで体の悪いところを示すという類いまれな霊能力を持ち、訪れる人が後を絶たない。はい、左の首筋から腕にかけて気だるさを感応いたします。はい、腰から脊椎、疲労的なもの、非常に神経とか疲労的なものがたまりやすくなっております。ご先祖から産みつけられた体の弱いところから私にこう全部移ってくるわけなんですけれども、あなたのにこうすがりついていきたいような、なんか女性の方ですけれども、はい、男の方、女の方、はい、女の方です。ぐーっとこう引き寄せられてくるものが移ってまいりますので、条例してきたいと思いますが、病気の8割は取り付いた霊が原因だという。ここではその霊を相談者から霊媒師に移し、清めることにより病気を治す。誰もいないの。私一人孤独になったのね。みんないなくな、いなくなったの。悔しいの。ちゃんとね、納得のいくようにして差し上げますから、この人を守ってあげてくださいね。科学では解明できない現代の不思議、新興宗教の世界。人はなぜ宗教に走るのか。神様の力を借りれば幸せになれる。自分で体験しなければ納得できない現代人を引きつける教祖様たちのパワーとは。主人のため、子供のため、世界平和になるように天にいつも祈っていた。今夜の追跡は、平和と繁栄の陰で平成日本に深く根を下ろす新興宗教の今、その背景を探る。さて、今日ご覧いただきますのは、皆様信じてもよし、信じなくてもよし、いずれにしましても不思議な情景が次々と出てまいります。霊能者とか不思議パワーとかテレビで紹介されていますが、今は第三次宗教ブームとも言われています。そして普通我々が知らない新しい宗教にですね、数多くの信者が集まっているということです。普段から好奇心の強い追跡のカメラマンです。はい、今をときめく神様方の奥の院へ参上いたしまして、さまざまな不思議な映像を撮ってまいりました。この他にもたくさん取材をいたしましたんで、中にはですね、と思うようなのもなかったわけじゃないんですけども、はい、その辺はまあこの世界の奥の深いところではないと、こう思うわけでございます。いろいろ言われてますね。はい、私小林も常々人間にとって信仰心は大切だと思っています。さん、ね、さて今日の数字です。45%、困った時の神様、仏様ですか。45、霊感で当ててご覧に入れます。期待したいと思います。信者数400人の宗教法人光明会は、人類救済を理念とし、教祖妙法王子院は現
現代の卑弥呼と呼ばれている。救いを求めてこられる方にね、少しでも何かを分け与えて差し上げたい。精神原動力、活力、力っていうものを、ね、導いて差し上げたい。宗教は喜びでなければならない。やはり生きとし生けるもの、この根源っていうものは喜びであるっていうことだと思います。生きる喜びね。光明会の目玉はこの体質改善。教祖が発する神の光により自然と体が動き出し、健康な肉体や精神が作られるという。自分でも分かる、何してるかも分かります。でだんだん自分の場合は頭から手から痺れてきまして、でだどうしてもいても立ってもいなくなって巻いてるような形で、あのお神様の目を見るともう自然とこう体全体で、もう目を見ただけでこう体全体が震えるみたいな、こう気持ち。教義の体質改善が終わると、五光輪と呼ばれるフィナーレ、教祖様の華麗な振る舞い、そして微笑み、信者たちにとっては教祖様を一番身近に感じられる喜びの時でもある。原宿や渋谷の街頭で踊りながら布教活動を続けるこの教団、クリシュナ意識国際教会というヒンドゥー教系の宗教団体で、日本には献身者と呼ばれる信者たちがおよそ100人、世界では3万人はいると言われる。クリシュナでは肉食の禁止、酒、タバコなどの陶酔物の禁止など厳しい戒律が定められている。自らを清らかにし神に捧げなければならない。あらゆる欲望が渦巻く現代社会の中で隔離された禁欲者集団といえる。彼らはひたすら祈り続ける。その祈りは早朝から5時間にも及ぶという。この色の違いっていうのは何ですか？これはあの僕はまだあの入って間もなくて、あのまあ小僧さんみたいなものなんですね。オレンジの着てる方は女性を近づけない僧侶の誓いをして入門された方がこの色を着るんですけど、寒さ結構。献身者たちの多くは布教活動に専念する。彼らは共同生活を送り、その一日は祈りと踊りと街頭活動に費やされる。食事は戒律に従い野菜だけを使ったインド料理を日に2回。これはサモサといい、野菜を刻んで小麦粉で作った皮に詰め油で揚げる、言うなればインド風肉抜き餃子。肉は結構好きでしたから、入った当初はちょっと、まあ、苦しんでましたけど、やっぱりこう理論でこう押していくと、やっぱり生き物を殺すっていうのは基本的にあまりいいことじゃないし、本当に食べたくて自分で牛殺せるかっていうと殺せるわけもないし、あらゆる生命体は愛に満ちた神の召使いとして存在しているという。彼らは禁欲の極限で全てを神に捧げる。神のために食べ、神のために歌い、神のために踊る。三重の山中にある妙法山妙尊寺、昭和57年に設立され、観衆慈雲のもと厳しい修行が続けられている。慈雲太鼓、別名霊を呼ぶ太鼓と呼ばれ、この慈雲太鼓をマスターすることが修行僧に義務付けられている。度胸をしながら慈雲太鼓を叩くと霊が取り付いている本人に降りるという。
はい、こちらの2人は同じように叩く。いけない。そで、さあ、今度は、そちらの2人よく聞いたよ。ワンテンポずつ落として、こちらは同じ調子。なお、バッターも踏んだり、キャットンと入っていけば、チェックアウトだよ。ちょっとテンポ落としてんだから、はい、行こう。アムサッタルバーフンダリキャラドン。仏教であるとか、キリスト教であるとか、それはどうでもいいんです。救ってくれるものを求めてるわけなんです。で、本当に自分を救ってくれるものは何なのか、みんなわかんないんです。これは宗教家の大きな責任だと思いますね。自分を救ってくれる心の拠り所って一体何なんだろうかという、暗中模索しているのは現代のこの宗教ブームを呼んでいる実態だと思います。妙尊寺は拠り所を求める人たちの修行の場である。辛いことってありません？それはあります、うん、毎日の生活ですし、生きてるんですから辛いことも悲しいこともいろいろあります。でもそれに執着しないことを教えていただいております。ご主人は理解してくれてます。師匠は家に帰っても自分に徹しろ、妻に徹しろ、ここに来た時には出家者としてっていう教えが非常に厳しいもんですから、はい。ここでの目的っていうのは悟りを求めるためです。悟り、はい、悟りってどういうことでしょう？まだ人にはお話ししたくないというか、まだ人は今悩み苦しみ、さまざまな理由で宗教を求めている。妙尊寺という修行の場を通じ、必死にその答えを得ようとする姿がここにはあった。修霊法とは、自運太鼓により霊を下ろし、霊に疲れた人と取り付いた霊を清めるための浄霊法である。全国から信者が訪れた。まあ、実にありがたそうな女神様あり、インド風踊る宗教あり、まあ、百花繚乱といいますか、さまざまな形態もあるんですね。あの女神様のご降臨ですか、なんか芸能界のノリにちょっと近いなって感じもしたんですが、女性の目から見てね、あのドレスの数々一度拝見したいなと私は思いました。はあ、いろいろ出てまいりましたからね。さて、太鼓のどんどこどのですね、宗教に神秘の霊が降りる瞬間をカメラが待ち受けました。はあるのに、その霊によって体を動かされるという。プライバシーを守るため、他人の動きを見ることは厳しく禁じられている。自分の度胸により降りた霊が清められていく。取り付いていた霊が原因だった病などはこれで治るという。妙尊寺を訪れる人たちは後を絶たない。埼玉県新座市の新興住宅地にある一戸建てが宗教団体
天音の樹の本部となっている。この教団の教祖大水の命は自らの霊的パワーにより人々を幸せへと導くことに全力を尽くしている。昔はやはり物を食べられないとかという苦しさから宗教へ向けられた方が多かったんですけれども、現在は潤った中で人間の心のバランスが崩れておりまして、宗教に求められる方が増えているわけですから、そういう方々に対して道しるべを与えることがお役目だと思ってます。健康になりましょう、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 健康になりましょう。教祖大水の命の手から神様のパワーが出され風が起こるという。この風は修行を積むことにより感じることができ、体全体が軽くなり健康な精神と肉体を保つことが可能となる。はい、自分を解き放ち非常に楽に精霊にさせていただいております。自分が生まれ変わったことを自覚します。人間に生まれてよかったと思います。大阪の河内長野にある清浄会では年に一度の大祭が執り行われていた。霊能者岩崎智方は神様からの強力なパワーで神殿を清め、人々を邪悪な霊から解放するという。岩崎智方から送られたパワーのためか、初めて訪れたこの女性は突然気分が悪くなった。大丈夫？ああ出ちゃったんだ。殺しや殺しや殺し殺し殺し。はいはい、どなた？あなたどなた？この方の何に当たる方？何に当たる方？わしは店全体の守護霊や、店の全体の守護霊や。大きい大きい恥、店のため、主人のため、子供のため、親のため、親族一同のため、世界平和になるように天にいつも祈っていた。どうかこの子を助けてやってくれ、はい、お願いします。宗教一番の子、宗教一番の子、願いかけたらこの子を救いたいと思って、お願いします。はい、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 ここのお店にお祭りされてる方やね。何もしてもらわれへんから悔しくて出てきたね。今日はね、時間が取れませんけれども、必ず後日ね、あの方についていたあなた、必ずお導きさせてもらって浄化供養させていただきますから、今日のところはどうぞお静まりくださいよ。よろしいですね。はい、はい、体に出てる憑依がね、出ちゃったの。憑依霊っていうのか、それが出ちゃったの。あの方ね、今日初めて来られた方だわ。うちでパワーを受けたもんですから、苦しくなるのと同時にきちっとお守りしてほしいとか、そういう願望が出てくるんですね。で、出てきた状態なんです。だからあの方の体に出てしまったわけです。このようにパワーで霊が苦しくなり現れることもあるという。ここでは霊との交信、いわゆるチャネリングの訓練も行っている。人には誰でも自分を守っている守護霊が存在する。そしてその守護霊の話を自分の口から発し聞くことができる。切り替えさせてもらいなさい。静かに日本語に切り替えながら喋りなさい。人生の中において、ここのように私たちは求め、あなた方と会うことをここに約束した者たちでございます。なぜあなたはそれに気がつかないのですか。あなたはしなければならない、使命に生まれているのです。守護霊が話す内容は自分に対する戒めの言葉が多いという。訓練することにより誰もが自分の守護霊の話を聞くことができる。初めてでしょ今日。
というか、何がどうなったのかというか、よく自分で分かってないっていうか。自分が喋ってることは分かったんですか？聞こえるんですけれども、自分の意思では喋ってないですから、なんか自分が別のところにいて、それを見てるような感じで。こちらにね、いらっしゃる方たちっていうのは、何を求めて来てらっしゃるんだと感じになってますか？自分です。自分なんです。個人ですよ。自分の中の真がですよ。自分の中の霊性です。自分の中の神仏です。人じゃないですよ、私じゃないですよ。私を求めに来てません。これはね、対話していくうちに分かるんですけれども、自分を求めて来てるんです。自分は何なのかね、自分は何のために来てるのか、みんな自分なんですよ。自分が知りたいから来てるの。平和と繁栄の陰で自分を見失いがちな現代人、人は今自分自身を求めている。神に祈るだけではどんな霊能者に出会おうと救いはない。心の弱さだけを宗教に求めても、結局は自分さえも救えないのである。信仰宗教、それは信者一人一人の心の中にある自分自身との出会いの場でもある。なるほど、宗教を求める心っていうのは自らとの出会いであるっていうのは納得できるような気がするんです。はい、まさに信ずる者のみ救われるということでしてね。でもそれにしてもこのこれですか、このオーラのパワーっていうのはすごいですね。そのたびにスカートジャッと気にして下げてるところは非常になんか奇異な感じがしましたけどね。でも中にはスタッフの方もですね、なんかあのオーラによって体が揺れたそうですよ。 あれやっぱりあの波長が合うとか合わないとかってのはあるらしいんですけど、私は効果不効果どの神様とも波長が合わないみたいでダメですね、これ残念ながら。あの日本人というのはこの宗教を信じる国民だそうです。でそれですね、あるアンケートによりますと、宗教を信じない日本人は 10%、 そしてですね、宗教的心は大切だというおっしゃる方が 80% ということです。まあ物は潤沢にあって不自由はしないけども、心のどっかにやっぱり隙間があって、これを埋めることができないというような寂しさがですね、宗教に頼るということなんでしょうかね。難しい問題はあるんです。神様はどこにいるんだろう。神様の前に旦那さんしたもん、ね、どうもすいませんね。今日は大島さんからです。ですから 45% ぐらいの人は何らかの形でこの宗教団体に関係したことある。ですね、困った時の神様仏様だから、困った時に手を合わせてしまう人 45% ぐらいいるんじゃない。おまけですよ。おまけ、正解は神棚と仏壇を両方持つ人の割合 45% そのうち神棚のある人 60%、 仏壇のある人 61% です。なるほどね、結構いらっしゃるんですね。いるんですよ、やっぱり。なんとなく頼れないっていうかね、どこ向いていいか分かんないっていうんで、やっぱりああいうものをこう象徴的にね、置いておきたいっていう、やっぱりそれはそういう気持ちもあんの普通でしょうね。この頃はその